ミシサガ族はカナダ・オンタリオ州南部に居住する先住民族、アニシナーベ族の一派であり、オジブワ族と近い。ミシサガという名はアニシナーベ語で大きな河口にいるもの。1800年頃のミシサガ族を含むアニシナーベ、族系の分布、アニシナーベ族の伝承によると、ナイアガラの滝から二つ目の集落を出たあたり、エディコガンから現在のミシガン南部に、 アニシナーベ族主流派の一派が移り住み、物理的及び精神的にも迷い込んだ。ミシサガ族はクレジット川を北えたどり、ジョージア湾までの辺りに移り住んだ。スペリオルココガンからミシサギ川周辺のヒューロンコ北岸までの土地を伝統的な領土と考えていた。ミシサガ族はミディウィ,ウィンが必要な場合にはアニシナーベ族主流派を頼った。 アニシナーベ族主流派は参加評議会を形成し、三つ目の集落からジョージア湾東岸に沿って四つ目の集落までの地域に移り住んだ。1634年にフランスの探検者がやってくるようになる頃までには、ミシサガ族はミシサギ側からマニトゥーリン島に住み、アニシナーベ族の中でも独立した部族となっていた。ミシサギ側から 川浅子地域など南方へも移住した。そこからさらに分かれた一派が南西へ移動し、現在のトロントの西方のクレジット川流域へ移住した。そこで、フランス人が、この一派を、ミシサガ族であると認知した。ミシサガの綴りは、ミッシサガ、マッサスサウガ、ミッシサウガやそれぞれの複数形、または、ミッシサガインディアン等とも呼ばれる。17世紀中頃に、 アニシナーベ語がワイアンドット語に変わりこの五大湖地方の共通語になるまではミシサガという名前はワイアンドット族から呼ばれていた外名であった。1748年にコンラットワイサーがペンシルバニア西部ログズタウンにて実施した調査によるとミシサガ族のことをティサジクロアミ族として認知しており、この名は当時すでにフランス人と交流のあった。 ヒューロン湖近辺の先住民族の使用する Y&Go でそう呼んでいた。アメリカ独立戦争の頃、1781年から、イギリスの直居会社は、ミシサガ族との何度もの取引で現在のオンタリオ州南部にて多くの土地を購入した。イギリスに忠誠を誓い、アメリカ東部13植民地を離れた英国王党派に向いる土地を確保するためと、この地域で農場や、 都市開発を行うためであった。21世紀に入って、カナダ政府は、ミシサガ族系、ファーストネーション、ミシサガズ・オブ・ニュー・クレジット・ファーストネーションに対し、18世紀に購入したというゲントロントにあたる土地取引の際の、未払い分の解決金として約1億4500万ドルを支払った。過去に、ミシサガ族系、ファーストネーションが5つ形成され、現在は、改名。 最高生等が行われ、下記6つが存在している。上記のうち最大のものは、ミシサガオブニュークレジットファーストネーションで、2011年、現在の人口は1788人。上記すべてのミシサガ族のファーストネーションは20万人で、形成される、オジブワ系、ファーストネーションの一部である。綴りは、ティシジクロミス、ティセゲクロミス、ティシジクロン、ティシジクロニュー。 アンドジサウガングロヌートを様々あり。ジョージ・ソーオントン・フレミング、ボリューム1、History of Pittsburgh and Anvilon, From Prehistoric Days to the Beginning of the American Revolution, Pittsburgh, University of Pittsburgh Digital, Research Library, 1999,httpwww.tstar.com,news, GTA,article. 82778シュラクス、グリートヒストリックマイナス -145 メートル、トロントランドクレームセトルメントハット、アーカイブされたコピー。2011年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年2月7日閲覧。ありがとうございます。